はい、こんにちは、116インズです。さて、当チャンネルでは昨年に引き続き今年も開幕前に順位予想を行いました。昨年の順位予想で順位を的中できたのは3 9球団中わずかに8チーム。割合にして27%と、まあなかなかの低さで、その悔しさから今年は絶対当てると宣言して真剣に予想をしました。シーズンも終わりまして果たして予想はどれくらい当たったのか、さあ見ていきましょう。 まずはエール東地区ですね私の予想はこちらの通りで優勝はレイズ2位が大補強のブルージェイズ3位かヤンキースレッドソックスオリオールズとしましたこの地区開幕前の優勝予想ではヤンキースかブルージェイズを挙げる声が結構多かった印象ありましたがさすがに昨年リーグ最高勝率を残したレイズを甘く見てはダメだろうということでレイズを優勝予想としました で、ブルージェイズはスプリンガーなど積極的に補強に動いたこともあり、躍進に期待を込めての2位。ヤンキースは投手陣の故障リスクが怖かったので3位と予想しました。では実際のところどうだったのか、こちらです。結構当たってません下馬評が決して良かったとは言えないレイズの地区優勝予想をきっちり当てることができました。 レイズはオフにスネルとモートンが抜け、さらにシーズン途中にタイラー・グラスナーをトミー・ジョン・シューズで失ってしまいましたが、若手を中心とした柔軟な選手企業が構想して、リーグ唯一にして球団史上初のシーズン100勝を記録。そしてレイズ以下の3球団は東地区非常にハイレベルな争いとなりまして、2位のレッドソックスから4位のブルージェイズまでが1ゲーム差に収まる大混戦となりました。 昨年何もかもがうまくいかなかったレッドソックスは今季コーラ監督を呼び戻し強力な打線を中心としたチームが再び機能しましたしヤンキースとの直接対決の成績でワイルドカード1枠目をゲットヤンキースは打線や投手陣の調子の波が激しくチームとしてもムラが激しいという印象が強かったですがシーズン最終戦さよなら勝ちでワイルドカード2枠目に滑り込み オフに大補強に動いたブルージェイズはゲレーロジュニアのブレイクですとか1年契約のレイ、セミエンの活躍もあって得失点差プラス183と地球賞レベルの1年は送ったんですがブルペンが接戦のゲームで持ちこたえられない試合もあったりして91勝はしたもののプレイオフ進出とはならずブルージェイズがプレイオフいけなかったあたり東地区の争いがいかに激しかったかを物語ってますよね展開によってはレッドソックスとブルージェイズの順位がひっくり返るなんてことも全然あり得たと思いますのでまあそうなっていれば 全て的中だっったんですけれどもちょっと惜しかったかなというところでしょうかで4球団の争いから完全に蚊帳の外だったのがオリオールズもともと勝つことを目指したシーズンではなかったにせよ8月には19連敗を喫するなどブーストをかけましてシーズン最終戦に来年のドラフト全体1位指名権をゲットプロスペクトは順調に集まってきてはいますがしばらくは今季のような状態が続きそうといったところでしょうか ということで、エール東地区は5球団中3球団予想を当てることができましたんで、まあ、なかなか悪くないスタートなんじゃないでしょうか。この調子で他の地区もどんどん見ていきましょう。続いてはエール中地区。 開幕前はホワイトソックスとツインズの優勝争いになると考えて、で、ダークホースとしてロイヤルズを3位に入れてみました。ベテラン選手の補強もそれなりに行ったので、面白いかなと思った次第ですね。インディアンスはさすがにリンドアの放出などもあって厳しい印象で、タイガースもまだまだ再建期ということで再開としましたので、まあ無難にホワイトソックスとツインズが上位争いするんじゃないかなと考えていました。で、結果はというとこちら。 優勝がホワイトソックス2位以下がインディアンスタイガースロイヤルズツインズの順番となりましたここはホワイトソックス以外はすべて外してしまいましたね ツインズがホワイトソックスと優勝争いする展開を予想していたんですが、そのツインズがシーズン早々にこけてしまって、ホワイトソックス一強の状況が特に脅かされることなくシーズン終わった印象です。ホワイトソックスは若手の主力であるヒメネス、ロバート、マドリガルが長期離脱する誤算はあったんですが、打線全体のパフォーマンスはリーグ上位レベルでしたし、またカルロス・ロードンのブレイクもあったりと、投手陣も非常に良かったですよね。地区の中で投打もに頭一つ抜けていた印象です。 ホワイトソックスが優勝したのはまあ予想通りではあったんですけれどもツインズが最下位に落ちたこと以外で全くの予想外だったのはタイガースが3位と予想以上に健闘した点ですね先発のケイシー・マイズを中心に若手の活躍が目立ったシーズンとなりましたしまた今後もトッププロスペクトの昇格が控えているような状況ですので来季が非常に楽しみなチームとなりましたこのオフ補強にも積極的に動くと見られており特にアストロズから FA となったショートのカルロス・コレアを狙うんじゃないかとも言われていますのでオフシーズンの補強次第では プレイオファラソに絡んでくる展開も来年ありそうですよね。ホワイトソックスを脅かす存在となってくれると面白そうです。 で一方でダークホースとして期待したロイヤルズは4位サルバドール・ペレスが MLB トップタイの48ホーマーとキャッチャーとしては歴史に残る1年を送ったんですがペレスを除いた打線は長打力に欠ける印象でしたしまた若手の多い投手陣もかなり不安定でした開幕してすぐの頃は調子も良く本当に期待できそうな感じだったんですけれども残念ながらそれが長続きはせずロイヤルズに関してはもう少し頑張ってくれると思ったんですがね ということで、エール中地区は5球団中1球団しか予想を当てることができず、まあこの地区は2位以下のチームが全て負け越してしまったので、ホワイトソックス以外の順番を当てるのがかなり難しかったですね。 さあ続いてはエール西地区。この地区はズバ抜けたチームがいない印象でしたので、どうなるか全く読めなかったんですが、その中で昨年優勝したアスレチックスが今季も強いんじゃないかと考えまして1位。ファンとして超大穴予想で2位にマリナーズをぶち込み、視聴者の皆様にそういうことするから予想が当たらないんだと、突っ込みを受けましたが、めげずにマリナーズを2位予想。 3位はアストローズとしましたが、まあ、昨年もシーズン負け越しながらも、ALCS まで進出したりと、実力のあるチームであると分かっていましたが、スプリンガーの穴が痛いと考えてのこの予想。4位はエンゼルス、最下位はレンジャーズとしましたが、エンゼルスは打線次第では結構面白いかなとも思ってもいました。ではそんな展開の読めない AL 西地区結果はどうだったのか、こちらです。 マストローズが普通に強かったですよねスプリンガーの穴が本当にあったのかと疑うくらいの超強力打線を武器にリーグ優勝まで駆け上がりました首位打者のグリエルが7番とか打ってますからね意味わかりません投手陣もルイス・ガルシアが突然台頭してきたりと一体どんな育成をすればこんなにうまくいくのかコンフコレアを失う可能性がありますがなんだかんだ来季も優勝争いに絡んできそうな気がしていますで2位ですよ なんと超大穴予想が的中しマリナーズが90勝で2位これ当てたのすごくないですか 開幕前、私を笑っていた皆様の謝罪コメントをお待ちしていますが、まあ、それは当然冗談として、今期のマリナーズは得失点差もマイナスで、なんで90勝もできたのか不思議でなりませんが、異常なまでに投打に勝負強さを発揮し、20年連続でプレイオフ逃してはしまいましたが、勝負期前のシーズンを最高の形で終えることができました。コンフはかなり補強に動くと予想されていまして、マリナーズ来季が非常に楽しみなシーズンとなっています。 そしてアスレチックスがまさかの3位シーズン終盤までプレーオフ圏内入っていたんですけれども9月にブルペンが崩壊してしまい勝てる試合をことごとく落としてしまったのが痛かったですよね。 メルビン監督がパドレスの監督に就任し、オルソン・チャップマンらのトレードも噂される中、来季からは再建寄りのシーズンとなりそうと予想されていますが、今季こういう形で終わってしまったのが本当に残念でなりませんね。で、エンゼルスとレンジャーズに関しては予想を的中できましたが、まずエンゼルスは予想通りの4位。大谷選手が東大に歴史的なシーズンを送り、おそらく MVP も受賞することになると思われますが、それ以外の選手が機能しませんでしたね。 特にトラウトが5月以降出場できなかったのが第さんでしたし、レンドーンの不審、怪我も痛かったです。大谷選手がシーズン終盤勝ちたい旨のコメントを残していましたが、果たして勝てるチームをフロントは用意できるのでしょうかこちらもオフの動き注目です。で、レンジャーズですけれども、最下位になってしまったのは、ま、あこれは仕方ないんじゃないかなと。もうしばらくは再建寄りのシーズンとなりそうですが、ただコンフ FA 補強に動くみたいな話も出ていますので、来季多少の浮上を期待できるかもしれません。 ということで、エール西地区は5球団中3球団的中。字が持参してもいいくらいの良い,い予想だったんじゃないかと思っております。はい、ここまでエールを見てきましたが、結果は15球団中なんと7球団の順位予想、見事に的中という結果になりました。だいたい半分くらいのチームの順位をピタリと当てましたんで、これは今季成長を感じる順位予想となったと言いたいところですが、まだ NL の予想が残っています。 果たして NL の予想はどれほど的中したのか答えはぜひ次の動画でご確認ください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。